JR バステック株式会社は、東京都江東区に本社を置く企業、JR バス関東の完全子会社である。エリッショー元々は、旧国鉄の関連会社、日本交通観光社として、各地の国鉄バスの自動車駅業務の委託業者を統合するために設立されたものであり、その後、鉄道駅の駅業務受託や旅行業、保険代理業にも進出していた。 国鉄分割民営化に伴い、旅行業の日本旅行グループへの譲渡と、各地域会社への分社化管内の事業のみを、継承を経て、JR 東日本の子会社である、JR バス関東の子会社となり、JR バス関東の一部事業を担う子会社となって、現在に至る。旧飛行館系列会社の中では、スワローツアーと共に、元々の本業であった。 鉄道駅の出発、改札業務から完全撤退した会社であると同時に、東海交通事業と並んで、直営で旅客輸送事業を担っている会社でもある。事業開始に合わせて導入されたい鈴川原04032005年3月25日より、東名高速線の東京駅名古屋駅間の一部便の運行を担当している。2012年6月1日からは、 東京駅静岡駅間の便も担当している。乗務員は、始発駅の発車前に一旦通路に立ち、挨拶と安全運転宣言をしてから発車する。なお、JR バステックは、東京以外に拠点がないため、乗務員は、東京から名古屋までの投資乗務で、片道運行1回で2日間で往復する一つの、航路となっている。静岡便の方は、 東京・静岡間の日帰り往復運行となっている。また、名古屋では、JR 東海バス、名古屋支店に入庫退泊する。中高便のみで、夜行便の担当はない。車両の定期整備、車検は、JR バス関東、東京支店に発注している。東名ハイウェイバス、御殿場プレミアムアウトレット号、御殿場プレミアムアウトレット号1301。 JR バス関東から2階建て車両をリースし、五殿場プレミアムアウトレットに向かう08503号車鹿島号、鹿島サッカー号鹿島サッカー号の運用につく BT1201 号車、東京駅五殿場高原寺の住み線東京駅五殿場高原寺の住み線は2012年12月に開業した JR バステック単独運行として初の新面路線で 五殿場プレミアムアウトレット号の前運用として、1日、一往復運行されていた。しかし、乗客数が伸び悩み、わずか4ヶ月の短命路線となった。アミプレミアムアウトレット、龍ヶ崎ニュータウン線、JR バステックの車両三菱不走エアロエース0801、車両は営業開始当初。 東京高速バス管理所に高速バス在籍9台だったが、2017年11月1日、現在は17台が在籍しており、うち事業開始に合わせて導入されたイスズガーラ、ゴテンバプレミアムアウトレット、新宿号運行開始に合わせて増備された1台は、三菱不走エアロエース。2012年以降に、日野、セレガを、毎年1から2台新車購入している。 2019年にはスカニアインターシティ DD が新たに導入された。新たに導入された車両のカラーリングは白をベースに青色、銀色の帯を巻いたデザインである。この車両はスワローエクスプレスと命名され、正面には国鉄バスから受け継いだシンボルマークであるツバメを正面から見た図案を配置している。このか。 倉下の青帯の中にもツバメを描いているほか、ドア脇にも JR バス関東と書かれており、JR バスグループであることを強調している。なお、車両番号は JR バス関東と異なり、導入年度の下二桁と連番2桁である。また、JR バス関東の新しい提案と称した、様々な新基軸が盛り込まれた仕様となった。これらの試作のうち、 パソコン電源の設置以外は、その後の JR バス関東の車両にも採用されている。全員車両とも、客室最前部には案内表示用の液晶ディスプレイが設置されている。スカニアインターシティ DD は、ゴテンバプレミアムアウトレット号に使用している。カシマ号は、セレガの44座席車を限定運用している。以前には、JR バス関東から移籍した日の、 セレガー R、日産ディーゼルスペースワローも在籍していた。遺跡者の図書区は、社名の JR バス関東、JR バステックに変更しただけだった。以下の路線の運行を受託している。JR バス、関東路線、JR バス関東より運行を受託する、は、先号中国 JR バス路線中国、JR バスから運行を受託しているドリーム岡山。 広島豪華湖の路線バス運行受託路線、JR バス関東の支店において、車両の清掃を受託している。JR バス関東東京支店での受託については、他の支店よりも広範囲にわたり、入庫するすべてのバスについて、作業を受託している。東京支店が、夜行高速バスを多く受け持つ、関係上、 朝方の入庫車両だけで数十台となり、半数は他社の車両であるが、それらの車両も含まれている。通常、夜行高速バスの到着後の車内清掃や給油などは乗務員の担当業務であるが、東京支店において乗務員の作業とすると、それらの待ち時間はかなり長くなる。出庫が早い車両が優先的に作業に入ることになるが、 夜までに作業が完了すれば問題ない夜行高速バスの到着後整備はどうしても後回しになり到着台数の多い繁忙期には乗務員の仮眠時間まで削られてしまうこのため東京支店に到着したバスは会社に関わらず所定のエリアに停車した上で乗務員はバスのキーを刺したまま下車してそのまま到着点呼に入るそれ以降の作業は JR バステックが業務を受託している。JR バス関東コールセンターの電話案内業務の受託などを行っている。日本橋口ターミナルから徒歩で5分ほどの場所にある改装事業所。奥には旧本社屋がある。東京売店 a BJR バステック株式会社第66期決算広告会社概要、同社公式サイトの遠隔によると、存続会社は 岡山車両工業株式会社を前身とする JR 西日本岡山メンテックとみられる ABCDJR バス関東30年市 P80 ピアニッシも198から199運行情報東京仙台間の高速バスの増便と運行期間延長について高速バスを活用した農産物の輸送開始について 地域活性化物流有限責任事業組合。2018年7月3日閲覧。鹿島神宮線運行開始。JR バステック本社事務所移転について、JR バステック、バスラマインターナショナル135号、7月1日ダイヤ改正について。東京駅、新宿駅、 ゴテンバプレミアムアウトレットのダイヤ改正について、ゴテンバアウトレット線のダイヤ改正をします。JR バステック GW 期間中、新宿、ゴテンバアウトレット線で、新型スカニア製2階建てバス、スワローエクスプレスを、毎日運行高速路線バスに特化した仕様の、アストロメガの通称、スワローエクスプレス新型スカニア製2階建てバス、運行開始、公式サイトで、 ダウンロードが可能なスワローエクスプレスパンフレットによるありがとうございます。